こんにちは、こんばんは、おはようございます。加瀬ちゃん、俺の親父とよろしくやってるかい。 RIP どうも、コエムです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。MC ガッティ AKA 潮流スコット・ノートンです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。んん、本日はですね、はい、加瀬さんが、緊急手術のため、思ったより重症、摘出手術思った以上に重症だったみたいで、なかなか、ね、優しいですよね、ちゃんと連絡して、毎日連絡します。大丈夫ですか、自分は大丈夫か。僕まだ1回もしてますよ。RIP 川崎浩二ということなんで、はい、そう、ということで不在ということで、不在ということで、ね、はい、今回2人でお話しさせてもらおうと思います。はい、行きましょう。はい、日立杯がね、ベストバウトっていう形で、はいはい、先週からずっと1日ね、そう、2試合ずつぐらいで、そうそうそう、でやってて、今日金曜日なんです、はい、あ、はい、道中使徒第17回、はい、ああいうの載せてました。はい、道中使徒第17回、6月21日、時刻の方は21時24分となっております。さすがです、はい、21時台はバッチリでございますね。22時まで行かなければ大丈夫なんで、っていうことなんで、ベストバウトが1日2試合ずつ、はい、はい、アップされたんで、もう6試合ぐらいアップされたかな。うん、そんぐらい、いや、もう10試合ぐらい行ってる。10試合ぐらい行ってる。そうそう、金曜日なんで、もう行ってるっすね。で、来週から今度なんで、この放送の次の日からは、1日1試合。はい。で、ベスト16から。そうですね。16、8、4、決勝。決勝。が流れてます。多分これ、あと、10個ぐらいあるんで。そうですね。だから2週にわたってって感じですかね、平日。今んとこね、くしくも、ドクターコエンマのバトル動画が一番再生されてる。やめてほしいですね。非常にやめてほしいですね。本当に。あと2個残ってるらしいんで。これに関しては僕が選んだとかじゃなくて。そうです。カメラマンのね、青リンゴって俺らがね、もう可愛い可愛いしてる青リンゴちゃんってね。うん、そう、青リンゴありがとうございます。そう、青リンゴがいるんだけど、青リンゴがほぼほぼ選んでくれたやつと、まあ俺の意見が大体一致してたから。はいはいはい、はい。まあほぼほぼ2人で選んだね。なるほど。うん、マジでやめてくれって感じですけど。まあ先に言っとくけど、全試合コメンバー上がるっていう、はい、残念ながら。で、僕編集するんで、それ青リンゴから動画送られて、でそんで僕が頭ケツカットしてるんですよ。はいはいはい、で、シャモ戦見たんですけど、うん、鬼の失速でしたね。びっくりした、マジで。延長になる前もめちゃめちゃ俺ちょっと聞きながら、はっちょ、うわやべえ、これ涙出ちゃうと思いながら、もう涙をこうツーってこらえながら聞いてたんだけど、もう延長戦になった瞬間、もうシューンってね。そんで、なんか、それも見てて、軽く、うん。試合が終わって、多分俺が高校だったんで、うん、はぁって言って、で、その後にこう判定聞くじゃないですか。うん、で、なんか、みんな、こう、俺他の動画も編集して見てたんだけど、うん、みんなラッパーなんですよね。その、観客の反応聞くときも、うん。なんか、こう、腕組んでたりとか、うん、なんか、かっこいい感じ、うん。なんか、俺だけディズニーランド来たみたいな感じで、なんか、客の声聞いて、わーとかやってて、そう、情けねえなーって思いながら、そんで延長で死ぬほど負けてるんで。そう、で今ちょっと直談判して延長切ろうかなと。そう、いいとこで終わりにしようかなとちょっと思ってますけど。気持ちいいとこで、気持ちいいとこで、で、そうで、それで 1日だけ空いてて、2日かで、はいはい、僕たちガッティ&コエンマ で、ね、フルコンボがフルコンボをリリースしましたね。しました。6月19日の水曜日にね、うん、うん、なので引き続き配信だったり、はい、あと通販、CD もやってるんで、はい、よかったら自分らのね、インスタなりツイッターなりを見てもらえればね、そうですね、いろいろその、アナウンスしてるので、うん、それ聞いて、まあ音源聞いてくれたり、まあ買ってくれたり、そうですね、まあそれに伴ってね、犬ほにゃらら犬の CD も ね、うん、一緒に通販とかステッカー付きで、うん、買ってくれたらと思いますので、はい、ぜひセットで買ってもらえると、よろしくお願いします。まあ引き続き物販でもね、そうですね、やりますし、やるんで、よろしくお願いします。で、今回も、カメラ、はいはい、つけました。なんか思った以上に動画が、カメラの方が、そう、動画の方がいいという、ね、そうコメントとかも来てたんで、そう、なので今日は2人でやらせてもらってます。よろしくお願いします。カセ聞いてるかって感じで。カセは本当に傷口が痛いしか言えない。一斉にカセ大丈夫って言う前に傷口が痛いですって言ってたから、相当彼は食らってましたね。そうですね、はい、まあまあ早く元気になってもらって、ここからねパーティーが続くんで、そうですね、はい、そうですね、ここから、22だ、まあもう放送されちゃった後だけどね、そうですね、うん、22日、29日で、7月入って、7月6日が盛岡、岩手県の盛岡市で、加瀬ちゃん運転6時間ライブをしますので、よろしくお願いいたします。頼みます、よろしくお願いします、はい、ということで、PV も公開したということで、はい、はい、PV もよかったら見てくださいということで、はい、結構ね大変だったんですよね。そうですね、前回の撮影、ラジオ撮って、でその後じゃあ PV 撮ろうかっつってね、はい、で基本的に僕がカメラを回すんですけど、今回僕もカメラに映んなきゃいけない立場だったんで、まあアイディアをいろいろ考えて、はいはい、でテーブル、ちょうどここら辺に、ターンテーブルを置いて、
でそこにカメラを設置してそうだ、ね、でそれでおのおの好きなように回す、はいはいはい、そんで止める人に向けてそこでリップを合わせたり、まあ、演技をしたりとかっていう構成を決めまして、はいはいはい、でまさかのね、まあ、俺とかっていうやもう多少カメラ慣れっていうかさすがになんかいろいろ出てたし、うん、映ってるしで、ね、そうで懸念したのはマルさんだったんですよ。そうね、マルちゃんが不器用だからね、クックもできねえし、うん、バカだなと思ったんだけど、まさかのちゃんとできて、すげえできてたね。そう、すげえしっかりやって、問題はあいつだよね、あのテイク6ですよ、あいつのせいで。もっとやったんじゃない、声の途中すっごいイライラしてたもんね、はい、止めて、ちゃんと止めて僕の対面がカセちゃんなんで、カセちゃんが僕の方にこう標準を合わせる係なんですよ。で俺はカセちゃんの標準を合わせると、で、ま、ガッティとマルさんお互いこれでみんなで回し合ってやるっていう話だったのに、何回見てもカセちゃんがやらないんで斜めなんですよ僕。公園のカットだけこっちに映っちゃうんでね、横にね、ずれて、それ直してっつってんのに、そう、ああっつってワンタスクなんで、うん、そうで、あのいざカセちゃんに回したらなんかっこつけてステッカーこう見せようと思ったらステッカー落としてああっつって、そうマジでそんなのばっかだったよね、マジでそう、久々にイライラしましたね。これでいいかってね、最後ね、うん、ずれてるけどもこれでいいかってなったんだけど、やっぱ完璧主義者だからね、これ、ね、ちょっといいかってなって、じゃあリベってなみんなでなったんだけど、いやっつってもう一回行ってみっかってなって、うまく、まああれならあれならまあいい、あのカセガッティカセガッティカセまで行ったシーンがあるんですけど、あのただ突っ立って全然リップ合わないっていう、あいつだよね、あいつだった、全然楽しくなかったって言ってたもん怒られて、そう、どこがってたらずっと出てた、スキヤでものすごい中岡ものすごい食らってた、どこが辛かった、一番さ、これまで怒られたとこって言ったら、いや最初からずっとですやってる時もずっと辛かったです、そのくせフックになったらすげえなんかこんなになって、知ってるこのバース知ってるみたいなノリノリになってたよね、舐めやがってマジで舐めてたね。まあっていう PV も、公開されたのでよかったら見てくださいということで、はい、ですね、はい、でなんかその風さんからね、そうですね、そうなんかシャウトをいただいたということで、そうです、一回、うん、このシャウトをちょっと一回皆様に聞いてもらいたいと思います、じゃちょっとカメラに向けて、こんにちは、こんばんは、おはようございます、カスエスコバーです。今から明日の手術の準備の下剤を飲むところなんですが、想像以上にバットに入っております、ですが気合で乗り切ってまたすぐに復帰できるよう頑張るので、よろしくお願いいたします。おっす何様だし、後ろのテレビ消せよムカつくなこいつムカつく髪型してますよ、やっぱり腹立つわ。まあ早く元気になってきてもらって、そうですね、ってことですね、はい、うん、ということで、はい、あ、そうそう、でそれ全然関係ないんですけど、はい、さっき欲しいものが見つけまして、欲しいものがありまして、うん、もしこのラジオリスナーでテレビいらない人いたらテレビください。俺んちあるぞ。マジで、うん、俺の部屋にあの3畳半の俺の狭い部屋にでっかい32インチのテレビある。あの丸さん2人揃ったらもうパンパンのパンパンちゃう。うちにあるぞ。マジで、まあ、俺 DVD とか見てるけど。あ、じゃあいやでもまあ別に欲しいんだったらあげてもいい。いや、そう、寝室にちょっとテレビ置きたくて。あ、マジで勝手な理由なんですけど、何の仕事も関係ない。あれ、タウハシでかいテレビ先輩からもらったやつだから、それもらえばそのまま竹橋じゃあ本当にやばいんだよ本当に届きそうなのが一番怖いんだよ。そう、可愛いからあの固定ツイートにしてくれてさあいつのあのページをたまに見に行くとなんか面白いことになってる俺らなのかなって思うぐらい俺らみたいなページになってて本当ありがとう、ありがたいですけどね、うん、いつも本当、はい、竹橋テレビダメです、いらないです、他の方でお願いしますそう、ということで、あともう一個新しい企画というか、うん、俺ら日立杯までとりあえずって感じでやってたけど、うん、日立杯が終わっちゃったんで、はいはいはい、ここからもほぼダラダラ喋ることしかなくなってきそうなんですね。音源もかけれねえしな。そう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 。なんで、ちょっとその何もないさんからちょっといただいて、はいはいはい、案を、はい、そう、ガッティもてか僕結構全国で、まあ、ビートを提供させてもらってて、はい、で結構言われるのが、これ誰かと思ったらお前のビートだったわっていう。はいはいはい。そう、よくこのライブ聞いてビートはあれだなと思ったらやっぱ小山くんだったんだよねとか、うん、小山くんはこういう感じの俺もよく言うよ、それ音だよね、うん、分かるよみたいなこと言ってて、ということで今度
どれが俺のビートか当てクイズしません？あ、いいよいいよ。だ何人かっていうか、何かのビートの中に俺のビート散りばませるんで。ああ、分かった分かった分かった。それ聞きながら、そう。いや、さすが相方っていうのはやっぱり。ああ、いいよいいよ、うん。ちょっと見せてもらおうか。10曲中、じゃあ2曲当てれば合格か？いや、俺結構でもいける自信あるけどな。めちゃめちゃトラップで。これ超えますって。マジでぶん殴るかもしれないな。結構自信あるな。だって俺東京とかいろんなとこで、このビートなりいいなとかって思ってて、なんか終わった後その子が声かけてきて、あれ何曲目にやったの、実は小山さんのやつなんですとかもあったし、とかっこいいと思ったんだよつってとかもあったし、俺多分何当てると思うよ結構。これ前振りっすかこれ。ガチガチです。これいけます、それ多分割といけると思うんだよ。いろんな意味で伏線回収できるかもしれないけど、この発言は、全外しマジで期待しますけど。やってみようか。ちょっとそう、なんかそう、楽しいと思う。だからなんか、あの、結構、アミとか、結構、YouTuber、俺の DNA も受け継いでる系なんで、そうね、あいつのビートもちょっと散りばめしながら、なんこのビートは別にかけても問題ない、それは。とりあえず、はい、あの、フリートラックみたいなやつ探せば多分いけんじゃん。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、それやってみましょう。面白い。そういうなんか、こういう企画やってほしい的なのあったら全然、そうですね。あの、言ってくれれば、俺らやるんで、もうやることなくなっちゃったから。やることなくなっちゃった。だから喋るだけになっちゃったからね。はい、なんでそういうのがあればっていうので。まあなんかそういう遊びをちょっとね、散りばめながらこれからやっていこうかなと。やりましょう、じゃあ。思います。わかりました。今日はタイトですね、やっぱりカツちゃんがいないと。そうですね。大体もう言うこと言ったんで。ポンポン喋れますね。ということで今日の道中シート終わりにしますか。終わりにしますか、じゃあ。何分今？今は。10分ぐらい？いや、そんなことないかな。12分ぐらいですね。12分ぐらい。まあいつも30分で終わりにするって結局1時間ぐらいやってっから今日は終わりにします。そうですね。はい。じゃあ17回はこれで終わりということで終了しますか。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ってことなんですけどね。はい。まあそうそう。あの見える人には見えて。見えてますかねみんな。どうでしょう。映ってるかどうかまだ。ラジオじゃないのか。カメラなんだね今日は。そうです。バレバレだったか。そうなんですよ。今日はちょっとゲストがいるんで、ゲストじゃあ、紹介していただきますか。自分からじゃあ紹介いたしますか。じゃあミスター、お、どっちだ、ミスター日立。それぶっちゃさんね。ミスター日立痛風大島洋介さんです。ザ・ツーフインダハウス。ザ・ツーフインダハウス。43歳。今日何日目ですか。今日76日目。ミスター痛風大島洋介さんです。77です、うん、YSK さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっともうちょっと前来た方がいいかもしれないですね、もしかしたらあれなんで。そしてもう一人の紹介、はい、まあレペゼン水戸ですね。水戸なんすね。水戸です、はい、あ、水戸なんすね。水戸です。一人民族大移動アンドレザジャイアントさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 DJ ひろきですね。 DJ ひろきと YSK さん、 MC の YSK さんとは今日はゲストで来てくれてます。よろしくお願いします。それこそ加瀬ちゃんがね、あの、いけないってなって、ちょっとツイッターとかインスタで募集をね、そうしたら見事ヒットしたっていう感じで、エロ2人が、はい、エロ2人がもう小粋な、ありがとうございます。小粋なトーク引っ下げて俺らをいじってくれと。濡れてるぞとも準備できてるからいつでもいじってくれと。ガッティアンドコエンマと。でもね、加瀬くんの代わりだから。そうですね、あくまであくまで、うん、もう今日はもういじり倒してやろうと思って。まずそもそも最初前半12分虫っていう時点でガチガチにいじってくれた。意外と放置嫌いじゃない。ひろきに関しては俺の一個下で、大島さんに関しては全然上っていう。そうですね。こういう3つ4つとかですか。あれウッチさんとタメですよね。そう、じゃあ4つっすよ。俺こういう昔は一番下だからね、こんな感じ。そうですね、一番舐め腐った後輩がいるっすね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この年になるとね、うん、4つ5つはもうダメでしょ。ちょっとその腕なんか組んでカッコつけないでいいから、前来てもらってるんですよ。なんかこんなの、まあまあ、ね、ギリギリなんで、面白かったら3つも4つもね、なんてこんなの。恥ずかしがり屋なんで。え、リアルにいくつなんですか今。多分43。え、で、ね、43っすよね、うん、ウッツさんとかと世代が近いってことですか。ウッツさんため同じっすよ、ね、あ、ウッツさん世代なんですね。なるほどなるほど。トモヤとか多いっすよね、大島さん同じ世代の方。うん、え、日立の方でその世代って言いました。一個上に新規さんがいるぐらい、うん、ああなるほどなるほど。あとダンサーで小井ちゃん、うん、あのスクラッシュの、そう、小泉さんっていうダンサーがいる、はい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 、のそう、小泉さん、なるほどなるほど。その上になると、まあアラさんとかになっちゃうんですね。アラさんが2個上。あ、アラさんその上だと2個上。へ、え、ぇ、ー、そう。
あと兄さんか一個上で兄さん声も知ってるかな、うん、ハイタイムクルーの多分ちゃんと喋ったことないから兄さんもちろん名前は知ってるんですけど兄さんが一個上ですよね、うん、そうっていう感じかな、そんなもんですよね、うん、多分ヒロキは逆に同い年の DJ とか同い年いっぱいいますよ DJ ばっかなんですけど、まあそれこそ全員言って一回タケル、うん、タケル BSB、まあ、高文、はい、で、ジュンヤ、ジュンヤ、はい、あ、ショーティチゲだあと誰だシンジシンジ、うん、シンジがいてカーメンカーメン、あカーメンってそうなんだ同じです、ホタカさんそうだそうそうそう、ホタカさんあと K-TIP は違いますあれ K-TIP あれ TIP さん TIP だから俺らの一個下だよねあれさん多分1個上俺の多分ためだよあ、本当にティップため俺た、そんなに絡みなくて多分あ、そうなの、うん、あと、俺と同い年は誰がいたっけないっぱいいるっつってこれしか出てこないのおかしいなあれ、越田さんとかもそうでしたっけそう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 あの世代か越田とか、セーマとかはい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 そこら辺もそう、ね、はい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 あとラッパーだと一人、まあシュウヤンあ、シュウヤンそうなんだシュウヤンあーいっぱいいるよね。1個下、2個下ってのもまあね、黄金世代だしね。俺らがもう死ぬほどいたんだね。バケモンの身でまだいるしね。そうですね。変わらず。ビハード、アキムから俺らがいて。そう、小山くんの代はすごい多いですね、やっぱり。一斉に帯に。あとは PT が。うん。いっぱいいるよね。いっぱいいるんで、ここら辺では。そう。まあ基本的に茨城で活動してるお二方って感じですね。いつこの音楽を始めたかっつうか。自分は、多分二十歳ぐらいに、まあ茨城じゃないんですよ。自分はどこにいたんだっけ？俺大学から熊谷、埼玉の熊谷で、うん、で兄貴がまあ東京だったんですけど、兄貴がその国分寺でイベントを入ってて、うん、でそれにまあ要は遊びに行くようになって、うん、でまあ何人か茨城の先輩もいたんですよ。でまあ F プロジェクトつあの国分寺でずっとやってて、うん、でそこ遊び行ってるうちにまあそこのイベントの先輩に。あのちょっとやってみねってことでその姉妹イベントみたいのを立川でやっててでそこで2ヶ月にいっぺん熊谷から30分1回の DJ のためだけ2ヶ月にいっぺん一生懸命行ってて、で頑張ってお客集めなきゃってなかなか大変じゃないですか、うん、でもやっぱ音楽好きだからとりあえず行こうっつってでなんかその根性はなんかすごい気に入られてでじゃあちょっと一緒にやろうよっつってまあしばらく3年ぐらいやったんですかね多分、そうで、まあ、DJ はその社会人になってまあ辞めちゃって、まあ、忙しくなって、まあ、イベントもちょこちょこ行くぐらいの感じででしばらく忙しくなって茨城、まあ、仕事とか俺転職したんで、で戻ってきたタイミングでまあタケルですよね、あのタケル小学校からの同級生なんですけど、うん、あいつがまあ今ちょっとアミーゴってところでやってるイベントを人足んなくてさってことでお前やるっつってああじゃあやるって言ったから20全然違う県外に住んでなかったっけ広木ってあ滋賀県にもいましたいたよね、熊谷千葉県の野田でそっから滋賀県の近江八幡でまた野田に戻ってきてで、まあ、茨城西成は挟まなかったんだっけ西成は住んでないですけど仕事でバリバリバリあそうなんだ西成は違かった西成西成大島さんかどっちかっつって俺も距離過ぎたくない芸格でも取り出せいやでもちょっと行きたいけどね缶チューハイ持ってけば入れる、うん、中入れる実際俺そこまでお二方とがっつり絡みっつうのがそうだねないね、うん、大島さんとかって去年ぐらいっすもんね多分去年とか一昨年そんぐらいっすもんね来たきね、うん、そうそうそう、うん、そからよくあのパーティーとかで遊び来てくれて、うん、そうで俺は裏でまるちゃん来たよって裏でいじってましたまるちゃんとあの同じ T シャツとか持ってるからかぶんだよねハットに黒のそのねあれ T シャツ着てクラッチ着ていやマジあのプルーフの時は全く一緒でしたもんね迷彩みたいなハットかぶって2人とも同じような感じだったもんねっていうのもねそうありましたねでももうね前々から知ってたから、うんうん、大島さん俺ちっちゃい頃から割と知ってた、10代10年ぐらいそんな本当にそこまでいやいやまあ俺が8ぐらいだね10ぐらいの頃からちっちゃいのかそんでその時は別に喋んないけど俺のその兄貴新地た兄貴のイベントとか大島さん出てて、うん、はい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 、はい、そうそうそうでその頃から見てて、うん、坊主だったっすねその頃はその頃坊主だねずっと痩せてたっすね、うん、そへえー、そうで知ってたけどまあ俺も人見知りだから声かけねえし、うん、まあ俺も人見知りだから、うん、で桜祭りとかですれ違っても、うん、あの人知ってんなぐらいで見るけど、うんはいはい、声はかけずででもどっかの機会でなんか喋るようになってあれだよ、うん、チルナイトあ日立チルナイトだうわ懐かしいっすねねでそこベロベロに酔っ払っててそうだおもむろに、うん、昔ラップやってましたよねみたいなそうですねいうのがきっかけで
それあれですね、日立でどっかにやった時ですよね、コロナ前ぐらいに。そう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 、あの4店舗使ってやった時っすね。あの時に大島さんはそう、その時に喋って、そっからっすね、うん、そっからセットアップをくれる中身までなって。ああ、セットアップ。いや、じゃあ割とその濃くなってから短いっていうか。短いですよ。2、3年ですか、うん、だから。ですよね。うん、あ、2、3年ではねえか、もっとか。5、6年か。うん、コロナ前ぐらいから。なるほど、なるほど。まあなんかやっぱ年上が年下にこう行くのもなんか嫌じゃん。プライド。って大島でよく言いますけど、別に。いや、なんかこう、なんか先輩ぶってみたいな。あ、まあ。嫌だから。でもそんな感じはしないですからね。いつも優しく絡んでくれるんで。大島さんはもう優しい。ベロベロに酔っ払ってたら送っていくしかないでしょ。そうなんですよね。俺がいつも酔っ払ってると、大体大島さんが、お酒飲んでない大島さんが俺を乗せてってくれるっていう回が何回かあってね。2月の、あの、頭の超ライブ祭りですね。覚えてますか？メローだっけ、メローで、うん、でベロベロに酔っ払って、うん、で、あの大島さんがあの送ってってあげるって言ってくれて、うん、もう最後まで、そうで、ガッティを車に入れようと思ったらもう失礼だから、あの大島さんの助手席に乗せようとしてんのに、違う車、隣のでけえ車、あっちの方乗りてっつってランクルがいい、ランクル乗りてって騒ぎ始めてで、俺ら無理やり入れて、で、窓開けて、なんか俺が今車に乗った写真撮れっつってそれ見たっすね。で、それで写真撮ったらそのまま寝ちって、極寒の中、お医者さんに行ってくださいっつってもう窓開けて顔だけ出てる状態で返したっていうこれ、窓閉めたいんだけど寒いできるしね。そう、確かに散々なんかあの時キレてたんで、俺のこと帰らせておめえらまだ遊ぶんだ、あ、そう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 、あそこら辺は覚えてない、おめえら遊ぶんだろうって、そこら辺とかそこら辺全部覚えてないんだけど、うん、で、それで、それで俺はもうあれですもん、あの、丸さんだけになって、うん、丸さん駅返せばいいやと思ったっけ、うん、いや、家まで送って、つってこっちはこっちでダリーとか思いながら丸さんを家まで送ってって急にあいつ先輩出すわね、急にそういうとこあったんだ、そうっていうエピソードがあった感じですね、うん、でもあの時家着いた瞬間普通にパッと来て、うん、ありがとうございます、そうなんですよ、冷静に帰ってくのがちょっと腹立たしいんだね、っていうかそうだ、俺あのヒロキにもだって東京で酔っ払った時送ってもらってましたね、うん、そうだ思い出した、あの日もやっぱもうベロベロで、ね、うん、乗せて、いやで帰るじゃん、動画見たけど、どの立ったまま寝ちゃう、立ったまま寝ちゃう、立ったまま寝ちゃいそうな動画送られてきて、はい、確かにそんな動画送ったかもしれないけど、ああもうこれは最終形態だと思って、割と俺がもうすごい深く酔ってる時2人はいる、絶対、まあ、この3人はいるかもしれない、割とそうっすね、まあでもあの時ね、あれ渋谷、渋谷アンダーバーっすね、で次の週大塚、大塚っすだって、じゃあ別個でじゃあ渋谷大塚って行こうみたいな、そう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 、ああそうそう、なんか狂ってるんだよねやっぱこの2人感覚が、その一回さ俺今年の頭あの1月の4日とか5日とかに山形でライブしてんのよね、うん、まあ雪の降る山形、はい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 、で、まあ、KOK 前の日、そう KOK の前の日よ、うん、で山形でライブあったんだけど、まあ箱、まあ小さめの箱でさ、うん、まあ、あのレコード屋さんなんだけど、そういうイベントも軽くできるみたいなんで、まあ客なんかな、まあ2人しかいなかったよね、うんうん、俺の、しかも俺が呼んだ、はい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 、俺が呼んだ後輩の友達が来てて、その子は山形に出張で行ってたから山形で来れたんだけど、デニスっていう後輩でその友達呼んでくれて来たんだけど、まあ客最終的に5人だったんだよね、はいはいはい、その日来た客が、俺が全部呼んだ客、俺が呼んだんじゃない、で後半来た3人はあのまあこの人、あのアンドルーズジャイアントとミスター2フー大島洋介さんと、あとメキシコサラマンダーっていう、これ3人の変態、山形まで普通に遊びた、うまいラーメンがあるって言って、そう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 、ラーメン食いに行ったら、あ、イベントやってんじゃんみたいな、そんなノリで普通に来てあんまじゃないっすね、でそのこの前はその渋谷にひろき来て、うん、その次の週は大塚に大島さんの車、うん、車事故って突っ込まれて、あの日に事故って突っ込まれちゃって、行けっか分かんないって言いながら来たからで終電で帰るっていう、そんなべっ飛んだ人たちを今日はお呼びして今おしゃべりしてるんですけど、まあでも近いもんだよ、近かった、国内だもん、うん、森岡っすね、じゃあ次は森岡はね、ちょっと行けないんだ、何が教えてください、ん、仕事、あ、仕事ですか、それはしょうがないです、そうなるほどですね、まあ似たような人が集まりますね、でもね、うん、メキシコがやばいですから、彼が行動力がこの人らはすごい、山形行くの前日、ね、前日に決まって、うん、行っちゃうみたいな、もうサプライズ、そう笑ったもんな、俺あの加瀬がライブしてる時になんかカランって落としたら後ろ見たってすげえいいんだもん、さらに普通にすっげえ面白かったよ、加瀬もびっくりしたっすよ、幻かと思ったっすよ、ライブ中俺びっくりしてリリック飛ばせと思ったもんね
そうちょうどあの日にあの本当は DJ でもう一人いたんですよ若い子で川くんって子は、で僕その子友達で、うん、であの行くよって言ったらすいませんひろきさん僕あのその日成人式であのちょっとキャンセルしちゃいましたつってつって俺行くのにっつっていやじゃあできたら顔出しますって、まあ、結果来なかったんですけどでもその彼は、まあ、東京で知り合って、うん、あのまあ何でしょうあのさっきお話ししたあの、うん、というかタイムスリップ GO さんとかって話なんですけど、うん、その方のイベントで知り合ったんですよ。であのなんかまあ2000年代とか 90s のヒップホップ好きですっつってわざわざ山形から来ましたって山形から来たのっつって毎回山形から遊び来るっつってお前すごいなそのポテンシャルっつってで俺もいつかイベントやりますっつってでもなかなか友達見つかれないんですよっつって1ヶ月後イベントやってましたからね山形で。でこいつすごいなと思ってじゃあ来るかっつってあの今月のイベントを自分らの水戸のイベントに呼んだら来てくれて DJ やってくれたんですよ。よくそのハット帽俺にくんないこれ、うん俺全然話聞いてないじゃん。ずっと何のずっといい色だなと思って今話ほとんど入ってなかったんだけどもちょっと俺も集中した話しちゃったじゃあ後で後でお嬢さんも何か後でください。まあ T シャツありがとうございます、うん、ちょっとサイズちっちゃいけどこうやって育てられてんだ俺は先輩らに言ってたけどひろき後輩だったなりだけはちょっとね上に見られる。まあでもあのセットアップは譲って正解だったかな、まあ、6、7万するセットアップ、うん、はいはい、俺まあまあ去年のね、まあ、ブッチャーさんっていうね、はい、地元のそのレジェンドの先輩がいてさ、うん、あの UMB の本戦2023の本戦に来てったセットアップっていうのは、はいはい、まあそのブッチャーさんからほぼ取り上げたようなもうくれってずっと言っててふざけんなよとかって言われてたんだけど本戦に来てきたいからマジでくれって言ったらマジで来てくならマジでやるっつって、うん、あれも高いの7万とかするやつなんだけどそれもらってさ、うん、で験担ぎだって大島さん俺今年大島さんもラファエットの、うん、あれノースフェイスなんだけど、うん、ラファエットのかっこいいセットアップ持ってるの知ってたのね、はいはい、大島さん俺今年の茨城予選で来たいんでくださいっつって季節すっげえ暑くて着れなかったもらったんだけど。いやまあ前もってでもちょこちょこ着てたもんね。めちゃめちゃ着てたね、うん、あの大阪旅行なんならあれしか着てなかったよ。はいはいはい、そうだそうだ言ってたね。本当ありがとうございました。いやいやまあねあのノースのブッチャーさんの俺も狙ってたから。いや狙ってたんすね。いやラファイエット渡せばノースくれるかな、くるかな両相談で、うん、ブッチャーさんに俺も怒られないから。まあまあまあ大丈夫大丈夫そこは大丈夫です。日立の先輩たちは優しいんですよ。そうですね、みんな可愛がってもらってますよ。いやなんかそれを着て優勝とかしてくれたら嬉しいじゃん。そうですね、それ、うん、まあまあ結果暑くて着てなかったけど、そうですね、茨城先生着れなかった。ズボンだけでも履こうと思ったんですけど無理でした。暑すぎて。あ、歌詞飛ばした日ですね俺が。そうだトラウマが蘇っちゃったんでもうその話やめてもらっていいですか。元気なくなったんで。なるほどですね。そんな感じですね。うん、最近あ、いいっす。最近はなんかイベントとかはなんか一応まあ自分はそのアミーゴってとこで2ヶ月に一遍あのもうレギュラーのイベントがあって、その B デーっていうのをあの、まあ、同世代のメンバーまあ1個2個違いもいますけど大体ほぼ同世代で、あの、まあ、タケルと BSB とあとつくばから来てる浩平っていうこと、うん、あと田中津ってやつ一応5人でやってて、まあ、そこにピックアップの DJ なり、まあ、たまにライブもあるんですけど、まあ、タケルの気まぐれであいつがもう本当にいろんな人と知り合いだからいろいろ引っ張って、だこの前も KMC 読んだりとかしてやったりとかしてやってたんですけど、うん、だから次は8月ただ8月までメンバーがまだ確定決まってないので、まあちょっと肛門祭りと被るんですよ。ああいいじゃん。でもそうそうそう、でみんなまあそれぞれ DJ のあのまあその好きなところってみんなバラバラなんで、うん、だ個性があって色何の色あ、いい。あ、そう。なんか色気になっちゃったから。切れるわけないじゃないですか。欲しそうにしてたけど、まあ、そんなイベントをやったりとか、あとまあ、あの自分がもう一箇所で不定期でやってるレギュラーがあって、ホットミュージックっていうのを、まあやって、まあ、前回大島さんに出てもらって、やりましたね。あれそう。できない。自分で振っといて。俺今日真面目に話そうと思って。俺らどんだけいじっちゃろうかくらいのノリでもういやでも結構でもあの振るとき結構マジな顔だからマジで真面目に返そうかな。だから俺もちょっとそういうとこがあるね。かわいい。そうさんしましょう。そうさんしましょう。そうそうそう。ガッティやんのこ今悪いやつ急にタバコ持ち出したみたいな。一人持ったらありなんだって。
いや全然やってください。これ動画的にタバコ OK な。ああ大丈夫なんですかね。タバコぐらいはいいんじゃないですか。まあちょっと実験的に、うん。別に悪いもんじゃないし、タバコだからね。まあどうなんですかね。まあ禁煙する言うて、あれ解いたのけ。あれそうだ。あれ。あれ。何が知ってる。あでもなんかあれでしょ。ツイッター、ツイッターね、X の名前がネオガッティだった時は、そうネオガッティの時は禁煙。ああで今禁煙を志した時。で今もうブレてる今。知ってます今。たまに週末でも週末だけ、うん、えじゃあお菓子は。お菓子食べてる。じゃあもうノーマルってことでいいですか。ポテトチップスはジャガイモだから野菜だよって言ったら、そんなこと言ってから太るんだよぐらいで言われたんだ俺。いや今日の大盛りがなんとかっつう話も、いやほんと失礼だよね、人を見た目で判断してね。いやほんとっすよ。俺こう見えて小食だからね。お正月小食するんだ、うん、いつから痛風なんですか。3年前ぐらい、うん、ああやっぱ、うん、痛いんですか痛風って。痛い、やばいですか。うん、えそれって何か食ったらそうなるとかですか。酒もあったんだろうけど食い物、うん、なんかあの魚卵とかですか、うん、あの3年前そうだ、すげえ痛えって嘘ついて痛風で、うん、仕事結構サボったもん。嘘ついたんすか。いや痛かったけど、はい、そのちょっと引いた、うん、それってなんか何もしなくてもずっと痛いんですか。飯食わおうが食まおうが、そのモード入ったらもうダメ。だからもう尿酸値下げる薬飲んで、やっぱ健康診断で尿酸値、うん、ちょっと高めだよねって。俺一歩手前なんですよね、去年やったら。食っかな俺も。来るんでしょ、ね、だ気をつけた方がいいよ。ひろきだって今何センチで何キロあんの。今187センチの115キロ。ほぼほぼアンドレザジャイアントじゃん、ね、本当に78間違ってなかったやっぱ。でも比率的には変わんねえね、164センチの88キロだから。88しかないんですか、ひろくん。うん、ちょっと痩せたんだよ。なんでそのカッコつけなかったの。前出てくれって言ってるのに。シャイだからシャイ。すぐなんか油断すとか口元手当てて。やっぱ今日カセ君の代わりだから。だと思ったけど、本当あれっすね、プロレス好きなんですね。プロレス大好き。もうめっちゃ、あめっちゃ名前出てくるな、うん、この前もまあね、あの格闘家でノブ林の名前出てきたりとか、うん、道場着陸。小山とカセが知ってるやつが出てきちゃったらもうやめようと思ってるから。なるほど、バカだからヒップホップとサッカーしか知らねえからこいつら。なるほど。そこ以外言うときは絶対大丈夫だと思う。いや全然関係ないんだけど、ユーロが始まって、そうで、いやあの俺結構フランス好きなんですよ、うん、やっぱグリーズマンって知ってます。名前は聞いたことない。グリーズマンクソイケメンだなと思って見てたんですけど、うん、そうでもよくよく見たらやっぱ森本の方がイケメンでしたね。イケメンでもねえしサッカーも上手くねえから。森本ひちょり。いや高雪です。誰でくどれ。あのアジアの虎がいたんですよ、日本に。あのあれだ、坊主の。うん、そうっす、ずっと追っかけてて。いや俺もサッカーだから。いや嘘つかないでください。いや本当、一応国体。国体。いやこれガチっす。嘘だよ。いやいやマジで絶対嘘。次回ここに来る時までなんか証明書持ってきてください。じゃそれ写真、写真ないね。写真あるんです。絶対嘘っす、これじゃあ。あの写真、俺絶対信じない。どこポジションだったんですか。俺はフォワード。キャッチャーでも大人になって草野球でキャッチャーだった。それも写真。それも写真持ってきてください。キャッチャーやってる写真。フォワードだったんですね。フォワード絶対走れないじゃないですか、だって。何を言って。やってしまう。全然なんつってかわかんない。いや、もうひどいね。もうなんかアメリカのメタルアーティストみたいな。ヘビメタさんに出てそう。達成のバーで。めっちゃ。昔はフォワードやってたんですけど。すげえいい例えだよ。それで行きたかった。メタル親父ですって言ってた。今日チャンルちげえ。いやでもなんかやっぱそっちの音楽聴いてることの方が長かったかも。そうなんすね。地元がね、バンドが、ね、名前出していいんですかね。あのどうだろうね、いいと思う。出さないでおきますか。じゃあ一応日立は結構すげえ有名な、うん、あの本当に海外が分かるよね、うん、のとかの周りの友達なのよ、うん、なるほどなるほどなるほど。だからそっちの音楽とかすげえ聴いてましたね、うん、はい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 。なるほど、通りで通りで通りでそう。でもともと俺もバンドをやってて。なるほどなるほど、うん、ちなみに何やってたんですか。ボーカル。そうだ。いやギター弾けなかったの。嘘ばっか。そうだ、なんかもう話作ってきたんですよ。ほんと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 、このために。いやほんとだよ。なんか歌います、軽く今。いや無理だね。覚えてないですかもう、うん。だってコピーバンドだから。何コピーしてたんですか。モンゴル800とかですか。いやそれよりもうちょい古いな。
もうちょい古い。中学校の時はユニコーンとか。ああ。はい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 。大迷惑。大迷惑はちょっと俺恥ずかしくて歌えなくて。雪の降る街だっけ、なんだっけ、ありましたっけ。素晴らしい日々。ああ、うん。とか。なんか言おうとしたんだけど今忘れちゃった、なんか。でちょいちょいなんかそういうことやってて、高校があの水戸の高校で、一個上の先輩に結構 DJ とか多くて、名前は出しちゃっても先輩だからやめとくか。それはお嬢さんに任せますけど、まあ DJ あの B さん、ああ一人受かりました、うん、はい、ああとかは、あの人ですよね、そう、週の真ん中ぐらいに今週末イベントやるからお前このインストでラップやれって言われたのがきっかけで始めた。自然と今どの流れで音楽始めたの話今自然としましたね。うまかったっすね今。全然振ってくんないからさ。いい流れで始めました、うん、今。そう。もちろんじゃあ高校ぐらいですか始めたの。高2だね。ラップ始めたの。うん、今何分ぐらい。36。うん、いい感じだ。終わりにしますかじゃあ。そうですね。あ、だ来週。急に。募集かけといて舐めた2人が。告知あるんじゃないですか。そうです。告知2人から。あ、そうですね。何年ぶりですかこれ。6月29日土曜日、うん、来週の土曜日。もう20年弱ぶりかな、うん、ですよね、そんぐらいなんですね、うん、まあ、当時水戸のゲンマーズ、うん、でまあ、レギュラーイベントでやってたイベント、アウトボーダーっていうイベントを、まあ、当時、まあ、ガッキーは分かってるかな、シュル、はいはいはい、シュルさん、そう、シュルと昔一緒に動いてて、で一緒にイベントをやろうって感じでレギュラーでやってたイベントを、まあ地元日立で、まあなんか定着したイベントがないからまた始めようと思って、来週土曜日6月の29日にまあ復活祭ということで開催します。で出るのがガッティと金玉と、おっとP入れなきゃいけないかこれ、あと丸さんが出るって感じです、ね、誰が出ます、あとじゃあ前回、まず一人一人、まあ、大先輩ブッチャーさん、はい、さっきもあのボムにね、うん、ノースフェイスのセットアップをくれたブッチャー先輩、まあ、ライブ陣からじゃあ兄さん、はい、兄さん、兄じゃパンサード、兄さんパンサード、で永遠の悪ガキマーキントッシュ、マーキントッシュ、はい、でガッティ、はい、でキャンタマ、はい、あダメだっけ、キャンちゃんと、キャンちゃん、あとまあもう一人のキャンちゃん、あの601の時にね、白い T シャツ俺カレーこぼしちゃったマル君、犯人ザ犯人ザ犯人そんなこともあったっすね。で栃木の宇都宮から品沢マイク、はいはいはい、うん、あの人栃木なんですね、宇都宮ですね、小山君と同い年ですね、なんか前フォローかなんかいただいた気がして、うん、ああ彼いきなりそういうのをやるからいきなり年下なんですね俺の、うん、で DJ が当時そのアウトボーダーダンサーで出てくれてた渡る、まあ、DJ として、はい、DJ 渡るでフラワーさん、はい、ショーティー、はい、これショータ君出るんですね、うん、であと上層から DJ リオ、はい、で地元の若い子で DJ ウルっていう、はい、フライヤーとか作ってくれた子がいて、はい、まあその出演者、もうちょい前出てもらって、まあそのメンバーでちょっと今回は行かせていただきたいなと思うんですけど、まあイベント開くにあたってちょっとガッティには今回そのガッティ屋の公演までっていう話を一回したら、いや今回俺一人でいいっすって言うから、あいいんだと思って、結局話聞いてたら二人でライブやるわけです。そうです、こっちが高いんで僕、まあ、そこは17万かかるんで、17万かかるんで、それをあのキャンちゃんとマルちゃんとガッティが分割して俺に払うって話だったんで、出てましょうっつって、金かかってですいやいや、まあそこは分かってたからさ、みんな見たいよなと思っていやなんか日立のイベントは別に俺そのね、まあ今正直そのまあどこでライブやるにもね、それなりにそのギャランティーをもらってるけど、うん、まあ日立でそのまあすっげえ仲いい先輩のイベントだから、うん、
別にいいかなと思って、うん、でもまあ俺正直やっぱ小山には払ってあげたいって気持ちがあって、うん、でもまあ多分そんなにワンサがもう300人とか入るイベントじゃないじゃないですか、うんうん、それはまあ日立でやってたらまあそれも、うんまあ、分かってるから、うん、まあだからちょっと俺今回単身で乗り込みますっていう感じだったんですけど、うん、結局その丸貸せってなったらなんか丸が小エマに頼って自然と俺もじゃあ小エマお願いっていうことになったっていう流れですね、うん、今回はあそこはもう大島中レペゼンの大先輩なんで血が流れてるからブラッとテロって言われたらもう俺は召喚せなきゃいけない縛りがあるんでそれに大倉先輩のその甘い蜜を吸うのが俺と風っていうことで今回はやってもらうことになったんです。あとはそのね道中シットパート2歌おうっていう、そう道中シットパート2っていうのがね、うん、フルコンボを今回出したやつに入ってて、まあそれをちょっとやろうかなっていうことで、うん、4人でそう出てくれって感じなんで感じなんでマイク4本必要な時があるんでお願いいたします。よろしくお願いしますっていう感じですね。とりあえずですかね、うん、あ場所ね日立のルパンっていうルパンっていう箱でやりますんで、うん、よかったら遊び来てください。ここにいる4人全員出ます。ダーンとひろきも出るもんね、はい、全員出ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、はい、いうことでじゃ終わりにしましょうか、うん、なんか最後好きな自分のバースでも蹴って終わりにします。いや大丈夫です。大丈夫ですか本当に。来週見に来てください。ひろきなんか好きなスクラッチとか口でできないなんか口でうんできない。俺口そんなに上手くないんだ。できないかなんかないですか。じゃ最後なんかこれだけは言っておきたかったなみたいな話。2人は今日なんか決めてたんじゃないですか。なんか何も決めてないですか、うん、もう二人に身を委ねようと、うん、っていう最終的にそういう結論に、うん、したらすごい存在な扱いを、うん、いやいや変えるという思ったより優しかった。本当ですか。そうもっとこうあのいつもの感じで来るのかなと思った。いや風みたいにはいけないですよ。いや代わりだからそう来てほしかったな。はいみたいなね今のこの空気近い。いや風の空気が今です。風くんの空気あれを結構気持ちわかんすよ。この前前回もなんだっけなんかあの本名 AKA 火星スコバーですみたいな、はいこの空気ですみたいななるじゃないですか。わかんない今なってるよ。あそうそうそうこれ俺すっげえ気持ちわかって、俺もやっぱその なんすかまああんまわかんないかもしれないですけど割と結構いじられキャラで昔から通ってて、でこうあの付き合う人によってこうなんかこうテンションが変わるんですよ。でやっぱりそのあれなんか変なツボにはまったなみたいな感じが加瀬くんの時と俺同じだみたいなはぁと思って、あなんかちょっと加瀬くんちょっと俺親近感湧いちゃって、ちょっと俺今日なんか写真上がったじゃないですか昨日だっけ、あ X に、うん、でなんか3人でなんか写真撮って、うん、筑波で撮ったらいいんだな。そう写真筑波であれでなんかこれから手術行きますみたいな、あの時のもう加瀬くんの笑顔見て俺泣きそうになっちゃって、なんかいやなんかこれからマジ大丈夫かみたいな、そんな大した話じゃない、そんな大した話じゃない、うん、まあこれ聞いて日曜日加瀬くん泣いてるかもしれないしね。そうちょっと泣いてまあ泣かねえべなということで今日はそろそろ終わりにします。2回目のね動画ということで、そうですね、ほぼ10分フル虫からのまあしばらく動画では行こうかなと。そうですね、うん、このスタイルで行きますか、行こうと思いますんでこれからもよろしくお願いします、お願いします。じゃあ、ミスター通風大島洋介さんと、一人民族大移動アンドレザジャイアント AK DJ ひろき、そしてドクター小山と MC ガッティでした。よろしく、ありがとうございました。17回、ありがとうございました。さよなら、また来週、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。3匹のノーラ俺がチンレスワンだ真髄のコア、これはまだ序盤お前らのど真ん中を打つ畜生吐き捨ての言葉犬畜生犬いつもここにいる、見た目ボロくてもプライドは気高くやるべく任務遂行する手堅く、汚ねえ鍋に入ったおまんまずっと変わらねえだろ見たまんま、ナンバー数えて 1,2,3 このマイク一本にバウアウかぶりつき、理屈じゃなく超感が出したい、超頑張った分褒美ください、くだまいたアホくだらない野郎、犬と犬で挟まれたとちくしょう、犬畜生犬犬畜生
チクショーイヌイヌチクショーイヌ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 チクショーイヌイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌ OM のドクターが引きちぎってインデペンデント一匹のノーラコードネーム CNF デフをメイクするエビデーケースバイケース地頃明日を決めるサイコロの目マイクテストなし一発で決める人生をフルペある意味ギャンブラーファイティングポーズ崩さぬ姿勢はグラップラーふらつくぬかるみしぶき上げるパウパウ頭下げなきゃ尻尾も振らねえ最後の垂れ死ぬ覚悟が俺にあるノーラにはノーラの生き様鋭い嗅覚で街をのさばる深鍋に残飯真っ黒い手荷物ファイナルは一級品目は死んでねえまるで盛りのついたカスです俺は絶えず音のケツを追いかけるイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌ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 チクショーイヌイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌチクショーイヌたどり着いたスタイルはドギー足元は CD だけど Just do it 上しか見てねえ屋根の上のストゥピッストゥピッ言われてもかわせくに忘れねえ心にはブギーダウン虚勢じゃねえ My words が宙に舞う横目ちらつくフリガン割が食わねえんだよそのビーフはカルチャーに囚われたノーラ水戸から各地へ広げるぜドグランノープランでもつけたマーキングは濃くなる予言の損先へファックのストーラー Hey B-Boys そこ掘れディグディ黄金のクレイトさらに深く導く突っ走っても棒に当たらねえ手穴かき消すなんちゃらの逃亡へイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌイヌチクショーイヌイヌ